ウイマ太極拳のリエです。エミです。はい、今週もレッスンの時間がやってまいりました。首とか凝ったりしますか？はい、もう直接ちょっとレートな感じでね、はい、凝ったりしますよね。はい、ねえ、なんか、ちょっと見えないかもしれないですけど、ここの、ね、首周りって結構疲れるし、まあ、物理的に考えても、この大きな頭をね、この頭に対してこの太さでこう頭支えるって結構実は負担かかってますよねっていう感じしますよね。でしかも良くも悪くも動くから、やっぱり姿勢悪くなっちゃったら、体に余計に、ね、負担かかったまんまで、長時間こうやっちゃう ね、特に今スマホだったりとか、あとパソコンね、こう机に置いていて、画面がちっちゃかったりとかするとこういう感じになっちゃったりとか ね、ここって、そういう姿勢とかすると、もう見ても分かるように縮こまるので、ここ凝ったりとかね、ありますよね。なんか私思います、なんか流れが悪くなってるなみたいな感じの時で、まあ動かしたりとか、あとやっぱり頭に近かったりとかするから、頭の近くとかをマッサージとかしても、なんかスーッとなんか通った感じがするぐらい、なんか気づいたら疲労が溜まってるみたいな ね、感じのことあるんですけど、これは結構この悩みを抱えている、あるいは気づいてないけどそういう状態の人っていうのは、いるんじゃないかなって思います。なんか首のケアとかされてますか？首はやっぱり大事な、ね、ところですからね。私は寝るときに枕を、ちょっと工夫したり、ね、することはありますけれどね。枕もね、なんか休むために、あれなのに枕で疲れちゃう人とかいますよね。合わないよね。ね、結構肩こりとかのケアとかって今までも見てきたと思うんですけど、首に特化したのがなんかなかなかなかったかなと思ったので、今日はそのあたりをご紹介していこうと思います。はい、では今週のエクササイズ見ていくんですけれども、今日はね、座ってやるエクササイズなので、まずは皆さんね、こうあぐらをかける、あぐらをかけるあぐらをかけるスペースを確保してください。であんまりね、右に行ったり左に行ったりっていうのはこのあぐらの状態で動かしていくので、手を開いてぶつからないぐらい のスペースで大丈夫になります。では早速今日の動き見ていこうと思います。で今日はね、首 のケアをする動きになってくるので、どういう動きかっていうと、もう本当に首もそうですし、肩周り、腕周り、肩甲骨周りかな、をしっかりと動かしていく動きになります。でこういう感じで、まずこう手を前にプッシュするような感じで、そこから緩んで、今度は耳の後ろに行って、そこからまた押し出すみたいな、そういう動きを繰り返していくんですけど、これも遠くまで結構腕を伸ばしちゃって大丈夫ですね。だから目いっぱいするのがすごいポイントになってきます。目いっぱいするってのはどういうことかっていうと、ここもしっかり開いて耳の後ろまでいったら、今度はそれを前に全部本当に押し出すように、でここもしっかり胸を開いて腕もしっかり伸ばして、そこからまた前にっていう感じですね。で、これ見てると腕だけを動かしているように見えるかもしれないんですけれども、ちょっとじゃあ横向きいきましょうか。横向きで見ていただくとより立体的な動きがわかるかと思うんですけれども、まずここのね、背中の丸み見てほしいです。もうこっちとこっちにこう反発するような感じで、お互い引っ張るような感じでぐーっと前に出ています。で今度戻ってくる時です。戻ってくる時はここね、しっかり開いてますね。でまたここプッシュする時に、お腹の方とかも見てほしいんですけど、お腹はね、こう引っ込んでいく感じになっていきます。そうだから、引っ込めば引っ込むほど腕が前に伸びていくような、そんなイメージ。でそこからまた戻って開いて、でまた結局これもあぐらをかいてるんですけど、全身を使って動かしているような状態になります。しっかり目いっぱい開いて、耳の後ろから思いっきり前にプッシュしていく、本当に本当に
もう無理っていうところまでプッシュしていく、これを繰り返していきます。ではこれを踏まえて皆さんと一緒にやっていこうと思います。はい、では先ほどの説明を踏まえて今度は皆さんと一緒にやっていこうと思います。でこれはね、今日皆さんと1分やっていこうと思います。はい、じゃあいきますか。 どこからいきます。ここから、はい、そうですね。じゃあまずは手を後ろから、あの耳の後ろに置いて、ここからプッシュしていくところから1分いきます。はい、じゃあいきましょう。で腕動きが腕だけにならないようにしっかりとね全身使っていきます。で呼吸も止めないでくださいね。もうこれ以上無理っていうところまでしっかり目いっぱい押したら、今度は開いて耳の後ろからで流れを止めないようにします。ロボットみたいにね、あのガチッガチッと一つ一つの動きを止めるんじゃなくて、こう流れみたいなのをねしっかり感じながらやってみてください。でね、お腹もねへこまして、こう反発するような感じで、はい、これで1分になります。お疲れ様です。はい、今週もレッスンやっていきましたけれども、いかがだったでしょうか。はい、そうですね、今日は手を開いてね前に押し出して、それで頭もねあの上にやったの下に下ろしたりっていう連動させてやりましたけれど、やはりですね首の後ろがですね何かやっぱりすっきりした感じが、うんうん、してきましたけれど ね、うん、通ったスッと通ったような感じ、ね、でやっぱりなんかこの辺つながってるような感じで、うん、首周りとかケアすると、うん、あの視界もはっきりする時ありますよ ね、うん、すね、あれ不思議だけど、うん、まあ不思議じゃないんでしょう ねこの辺連動してるんでしょうかね、うん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 、そう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 、いやなんかね首のケアだから首を動かすのと思いき いや実はだからやっぱりこのあたり全部上半身ねつながってるのかなっていう感じですけどね、うんうん、でもなんかあの気持ちいいですよね。気持ちがいいですね、うん、あと流れを感じやすいですよね、うん、そうですね、うん、それも本当にでもどこでもね机に座ってても、ね、本当できそうな感じなので、うん、できちゃうできちゃう、はい、なんかあの面白いですけどね、うん、動きとしてはそうですね、ちょっとねあの会社でやってるとなんかあの、うん、あの怪しまれないようにでも、うん、みんなを巻き込んで ね巻き込んで首にいいよっていうので ねそうそう、いいかもしれないです、うん、はい、というような感じで今週はここまでになります。また次回お会いしましょう。さようなら。